皆さんこんにちは、ココイストエデュケーターの宮添千尋です。今日はボバジェルで簡単にできるツイードアクセサリーネイルをご紹介します。今回はベースカラーに新色のシアーエッグシェルシリーズを使用してみました。くすんだシアカラーが本当にとっても可愛いんです。このエッグシェルシリーズに質感の異なるツイードアクセサリーを乗せると可愛さ倍増。今日はブルー系のカラーを使用して工程をご紹介します。こちらのデザインもサロンワークでぜひぜひ使っていただきたいなと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけたら嬉しいです。それではレッツスタート。まずベースカラーに E297 ブルーシアーエッグシェルを塗布します。グレー系のくすんだシアーブルーで細かいラメの破片がキラキラ輝いてとっても可愛いです。透明感が可愛いですが、発色をより出すために二度塗りをおすすめします。二度塗りしたら硬化します。次にボバジェルハイを用意します。私はボバジェルを使うときにクリアファイルを小さくカットして下敷き代わりに使用しています。ボバジェルをクリアファイルの上に適量取ります。この時にもし多く取れた時は下敷きの上で量を調整してください。ボバジェルを取れたら次にココイストのシリコンスティックである程度好みの形に整えていきます。整えたらシリコンスティックにすくい取り、お爪の上、今回はチップの上ですね、にのせていきます。ボバジェルをのせたら優しくタップして定着するように押さえていきます。この時に最終的な形を再度整えていきます。ボバジェルはハイとローの2種類あるんですが、ハイの方が固めなのでリングを作りたいという方や、初めてボバジェルを扱ってみるっていう方には形を整えやすいと思いますのでおすすめです。ぜひ使ってみてください。好みのサイズになったらライトに入れて硬化をしていきます。次にミディアムフラット筆でボバジェルのベースカラーに E261 ダスティストーンズを塗布します。上にツイードのラインを入れるので多少ムラがあったり綺麗に塗れていなくても OK です。ミディアムフラット筆は面積が大きいので一気に塗れるというのと、あとフラット筆は角があるのでアクセサリーの端の部分まで塗りやすくておすすめです。カラーが塗布できたら一度ライトに入れて硬化します。硬化したらウルトラグロッシーノンワイプトップコートをボバジェルの上に塗ってまた再度硬化していきます。次にロングライナー筆を使ってツイードのラインを入れていきます。はじめにマーカーズラインノンワイプカラージェルディックホワイトで縦の線を描き硬化します。ラインを入れる時のポイントは丁寧に描こうとせず太い細い線それぞれ気にせずシャッシャッシャッと描くことです。硬化したら次に横のラインを引き硬化していきます。この時のポイント、先ほどお伝えした通り丁寧に描こうとせずシャッシャッシャッと線を引いていくことです。ライン2色目は E128 のソフティースカイを同じく縦横の順に描きます。太さは気にせず白いラインの隙間に数本ずつ引いていきます。まず縦のラインを引いて硬化をしていきます。硬化をしたら同じく横のラインも白い線の隙間を埋めるように数本引いていきます。引いたらライトに入れて硬化します。ライン3色目はマーカーズラインノンワイプカラージェルのティックブロンズ
テクブロンズは初めの2色よりも少なめに縦横のラインを入れていきます。まず縦のラインを引いてライトに仮硬化します。仮硬化したら次に横のラインを入れて同じく硬化していきます。今回は初めの2色よりも少なめにティックブロンズ入れていきますが、お客様の要望にお応えして少し多めに入れたり、微調整していただいても構いません。4色目のカラーは差し色として E241 番ビオラパープルグラスを、小さな点だったり、あと小さな十字架を描くように乗せて硬化していきます。このビオラパープルグラスをたくさん入れすぎてしまうと、ちょっと可愛らしい優しい印象の追悼ではなくなってしまいますので、程よくですね、少量点や十字架を入れるようにするのがポイントです。4色のラインを入れ終えましたら、最後に仕上げでマーカーズラインノンワイプカラージェルのティックホワイトを使って仕上げのラインを縦と横に入れていきます。この時に先ほど打った差し色に重ねて白いラインを入れてみたり、ちょっとラメが強すぎたなというところに重ねてみたり入れていきます。で、素材感を出したいので最後のラインは細くなったりちょっとぷっくりしたり、さまざまな太さだったり、あと量ですね、通っていただけたらと思います。微調整ができましたら最後はしっかりとライトに入れて硬化していきます。ツイードアクセサリーの部分のアートが完成したら、最後にウルトラグロッシーノンワイプトップコートをアクセサリー以外の部分に全体的に塗布して硬化していきます。トップコートを塗るときにツイードアクセサリーの周りの部分も筆で軽くなぞるようにトップコートを塗っていただけると、よりしっかりと定着すると思いますので、ぜひなぞってみてください。トップコートをしっかり塗ったら最後はしっかりとライトに入れて硬化していきます。硬化し終えたらこのようにトップコート塗った部分はすごいツヤツヤですね。で、ツイードのところは素材感残してトップコートは上には乗せないので、ツイードのザラザラ感を出せて質感の異なる仕上がりが完成です。最後にカラーを変えたバージョンで、なおかつアクセサリーの形もそれぞれ変えたものを少しご紹介します。少し太めのリングにしたピンクバージョン、そしてグリーンですね、少し細めに仕上げたグリーンバージョンで、最後に今日工程でご紹介しているツイードのボタンのように仕上げたブルーバージョン、新色のシアエクシェルシリーズとツイード合わせると本当に可愛いので、オフィスネイルだったりデートのネイルだったり、ちょっとデザイン入れたいけどシンプルな色味にしたいなという方にもとてもおすすめです。肌なじみのいいカラーたちですので、とそれぞれお好みの色で作成してみてください。今回のデザインについても、私のインスタグラムでお写真でのご紹介もしていこうかなと思っていますので、ぜひインスタグラムの方もチェックしていただけると嬉しいです。それでは今日は最後まで動画見ていただいてありがとうございました。